大阪市立自然史博物館大阪市立自然史博物館は大阪市東住吉区長井公園にある自然主計博物館。現館長は川端誠治、前館長は谷田十三。人間を取り巻く自然について、その成り立ちや仕組み、その変遷や歴史について、研究、資料収集、展示、普及教育活動を行う博物館施設である。 現在博物館が位置する長井公園内に開館したのは1974年4月であるが、その前身である旧自然科学博物館は1950年11月に大阪市立美術館内に開設した。1952年には博物館相当施設に指定され、その後移転して1957年から1973年までは、 大阪市西区の元宇都保小学校の校舎を改造した建物で開館していた。大阪市立自然史博物館という名称になったのは長井公園への移転以降であるが2001年4月に特別展50周年だよ。標本集合。自然史博物館の歩みを開催していることから対外的な博物館の創立年は1950年としている。 自然史系博物館の中でもアクティビティの高い博物館として評されることが多い。その活動を支える最も大きな要素は大阪市立自然史博物館ともの会である。自然史学の初心者から、ハイアマチはプロに至る多くの市民がともの会に参画し、学芸員や会のコアメンバーが会員の自然観察会や調査研究活動を支援、主導している。 この体制は、蝶の研究者として、著名な日浦ムが学芸員だった頃にはすでに確立しており、現在も継続している。さらに、会員の有志から、特定分野の同好会や、サークルも数多く派生し、博物館活動を支える、専門家集団として機能している。このような友の会活動のスタイルは、その後開館した、他の自然史系博物館が、友の会を設立。 育成する際のモデルともなった。日本の自然史系博物館の多くが地域社会に根を下ろした基盤を構築しようと努力しているのはこの友の会活動によるところが大きい。博物館が主催する普及教育活動も数多く行われる一方で研究活動にも重点を置くよう努めており、当初から学芸員を行政職ではなく研究職として採用していたこと。 1964年に日本育英会の返還免除職機関の指定を受けたこと、1976年に文部省の科学研究費補助金を受ける研究機関指定を受けたことなどは、その当時の公立博物館としては珍しく、この姿勢もその後の国内の博物館行政に影響を与えた。初代館長は動物生態学者の筒井吉隆であり、彼の息子が、 作家の筒井康隆である。本館下と緑と自然の情報センター内屋外、その他バックヤードの教育用施設として、集会室、実習室、会議室など、ありがとうございます。